その、まあ、1ヶ月ぐらいの期間の間に申し込まれた方の中からその子に一番合ってるようなお家をこちらで選ばさせていただいてっていう形になります。じゃあお互いがベストな相手をってことですね。そうです、はい。すごい、はい。先着順になるとどうしてもこちらの希望に合わなかったり、あちらがあの希望はちょっと違う子に変わっちゃったりとかいろいろあるので、だったらその応募期間をある程度取ろうということになりました。はい。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテログループ。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。やってきたのは松山市三浜地区の富士松江店。店頭で犬と猫の譲渡会がボランティア合同で行われています。もうこういうこと今までになかったので、本当にあの愛媛県の有名なスーパー富士山でやらせていただけれるっていうことだけで、これだけたくさんの方に来ていただけたので感謝してます。まず今の季節だとその辺で生まれちゃった猫ちゃん、もう隣のおばちゃんとかが生まれちゃったんやけどどうにかならんかなみたいな感じで相談してきたり、あとはあの保健所にいる子たちで行き先がない子なんかを預かって私の方で里親さんを見つけたり、はい、もう理由は様々で、壁の中から出てきたっていう子もいます。そういったのをレスキューされて。そうです、はい。どれくらいずっとされてるんでしょうか？もう猫ワンライクでやりだしてからは6年ぐらいになるかと思うんですけど、その前から自分で地道に出会った子を里親募集をしたりはしてたんですよ。家族構成とか過去に飼ってる動物、現在飼ってる動物なんかも記載するコーナーがありますので、そちらにあの書いていただいて、であの応募期間がだいたい1匹のワンちゃん猫ちゃんに対して、1ヶ月近くぐらい応募期間を取ってるんですよ。応募期間っていうのは、はい、この子を欲しいって言われる方がその間に何人もいらっしゃるかもしれないので、先着順ではなく、その、まあ、1ヶ月ぐらいの期間の間に申し込まれた方の中からその子に一番合ってるようなお家をこちらで選ばさせていただいてっていう形になります。先着順になるとどうしてもこちらの希望に合わなかったり、あちらがあの希望はちょっと違う子に変わっちゃったりとかいろいろあるので、だったらその応募期間をある程度取ろうということになりました。はい。飼ってるワンちゃんが行方不明になった、猫ちゃんが行方不明になった時には必ず関係機関にまずは届け出を出してください。じゃないと殺処分されちゃうこともありますので、でお家のワンちゃん猫ちゃん必ず避妊去勢手術をしていただきたいです。いなくなった時に新たな命が生まれるということもありますので、それが殺処分ワースト圏の、まあ、言ったらワーストじゃなくなる最初のなんていうの、最短の秘訣じゃないかなと思います。はい、よろしくお願いします。これからも活動頑張ってください。はい、ありがとうございます。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など
心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。松山市の三浜地区富士松江店で行われた犬と猫の合同譲渡会。たくさんの子が新しい飼い主さんとの出会いを待っています。グッズ販売のブースもあるよ。これは段ボール製の猫の爪研ぎ、大人気なんだって。研ぎ心地の良さそうな爪研ぎだなと思いまして。はい、これ大好評で。大好評。はい。はい。手作り？そうです。で、森の段ボールさんから無料で段ボールいただいて、はい、不良品の段ボールいただいて、で切って、利用者さんがこれ1枚ずつ貼り付けて、はい、でこの外回りは私が、縫製屋さんでいただいた切れでしてます。作るの大変じゃないんですか？大変です。猫で困ってた時にここのワンライクのワンニャンライクの池原さんに助けてもらって、で呼ばれるようになって、この猫の爪研ぎを急遽思いついて作ってみました。よく売れます。そうですか、はい。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。続いてのブースはアニマル365。普段どんな活動をしているんですか？保健所から、殺処分になる子を、レスキューをしたりですとか、地域猫の、活動をお手伝いしたりですとか、またはそういった猫を捕獲したいっていう方のご相談とかを受けますので、捕獲のお手伝いですとかをしております。いつもは高島屋前の坊ちゃん広場でやらせていただいていたんですが、今回富士山の協力を得まして、今回は4団体合同で譲渡会をすることができました。今後も富士山の協力を得て、この松江店でですね、何度かお邪魔させていただくことになっておりますので、こちらの譲渡会ぜひお越しいただければと思います。今後もいろいろな富士の店舗さんで譲渡会をさせていただけるというお話をいただいておりますので、どこの店舗になるかというのはまだ未定なんですけれども、今後いろいろな富士山でお顔を出していければなと思っております。いつもと違う人たちが来られてるような印象がありますが。そうですね、愛媛県の4団体が今回は一つになりまして、一つの譲渡会、大きい譲渡会として開催させていただいております。こういったことは珍しいですね。そうですね、お声をかけていただけて本当にありがたいなと思います。また今後もできましたらいろんな方と合同で譲渡会もさせていただければと思いますので、また皆さんもいろいろ Facebook ですとか、ブログですとかチェックしていただければなと思います。お客さんも多くないですか？
すが富士山ですね。すごいです。もう反響といいますか、今回富士松江店さんにチラシ等貼らせていただいてるんですけれども、もう反響がすごいということで、差し入れですとか、タオルですとか、いろいろなものをいただいております。今後もまたよろしくお願いいたします。今日来ている猫ちゃん、それぞれ個性的ですね。そうですね、会員の個人保護だったりですとか、またちょっと猫を出したいっていう方が一緒に参加されたりしているんですけれども、親子で、もう保護したっていう子もいますし、ある日突然庭に現れた、会員の庭に現れたっていう子たちを保護したりですとか、いろいろな子がおります。またもともとアニマルで保護をしている、シェルターから連れてきている子とかもおりますので、よろしければ見ていただければと思います。またいろいろなところで譲渡会させていただこうかと思います。Facebook とかまたチェックをしていただいて、皆さんにお会いできればなと思いますので、よろしくお願いいたします。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。松山市三浜地区にある富士松江店で行われたボランティア団体合同の犬猫譲渡会。お店の中には掲示板も作ってもらっています。犬猫ライフネットワークの中野です。主に保健所に収容された子の、犬だったら里親探しとか元の飼い主探しをしています。はい、この子に関してはすぐに里親探しをしています。県外なんかに里親さんが見つかった場合は県外搬送なんかをしたりとか、いろいろやってるんですけど、最近はちょっと今回みたいに譲渡会もこれからちょこちょこやっていきたいなとは思っています。今回富士の方からも声かけていただいて、啓発する場っていうのがなかなかなかったので、これからどんどん、譲渡会もまあやっていくんですけど、啓発特に力入れたいなとは思ってます。犬なんかでしたら、逃げてしまったりとか、いなくなった時に、どういうふうにするかとかですね、収容されてしまったら犬も帰るにも帰れない子がたくさんおるので、しっかりとその辺探してもらうとか、いなくなったらすぐに最寄りの警察とか保健所センターなどに問い合わせをしてもらって、早く連れて帰ってもらえるようにしてもらったらいいですね。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。獣医さん教えてのコーナー。今日は大和動物病院の大和陽介先生にぶっちゃけトークで質問に答えていただいております。飛び町のココアさん、正直先生、苦手な飼い主さんはいますか？これいい、はい、これいい質問ですよね、ココアさんね。
苦手というよりは、まあちょっと遠慮してほしいことなんですけども、今いろんな情報ってインターネットから仕入れることができます。ただインターネットには正しいことも書いていれば間違ったことも書いているんですね。そうなんですか。書いてます、書いてます。はい、いっぱいあるんですけども、そのどうやってみんながそれを認識しているかっていうと、自分の都合のいい情報を正しいものと認識しているんです。これ無意識です。意識してません。無意識でそういうふうにそれが正しいか間違いかっていうのは分かんないけども、自分にとって都合のいいものを正しいと判断している。私たち脳みそが、はい、はい、それを振りかざす飼い主さんはちょっと、でも先生ネットにこう書いてありましたよとかいう飼い主さんはちょっと困るなと。ちょっと困りますね。はい、こちらがいくら言ってもネットに書いていたことを信じてるともう何にもならない、進まないんですね、そこから先に。昔はちょっと前までは近所の犬猫好きのおばちゃんが言ってたんだけどになったんですね。インターネットが今ほど普及する前は、近所の犬に詳しい人が、山田さんに聞いたけど、山田さんこう言っててましたよ先生、それ違ってますやんみたいな。その犬に詳しい人より私の方が詳しいですから、うん、プロですから、ね、プロですから15年のプロですからね、うん、それをなぜかその飼い主さんは、飼い主さんは猫に詳しい山田さんのことをなぜか信じる。あ、そいやいや勘弁してくれと、ね、はい、獣医さんを信じてください。そうです、ということですね。はい、はい、今日は大和動物病院の大和陽介先生にぶっちゃけ何でも聞いております。質問届いております。松山市のハワイ大好きさん、いい質問です。この方いい獣医さんの見分け方教えてくださいって獣医さんに聞いちゃっていいんですかね。そうですね、いい獣医さんの見分け方、はい、まあ何でも話してくれる人がいいんじゃないでしょうか。何でも、うん、質問してそれに対して何でも答えてくれる人ですよね。はい、なんでこうなってるかっていうのも説明せずに、はい、じゃあ薬出しとくからね、ある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 とか言っあるんですか、あるあるとか言っやっぱりちょっとこちらからとしてもそれはどうなのかなっていうのは感じてしまいます。いい獣医さんの見分け方、これは本当に我々の業界を知ってる人しか、本当に獣医師本人しか分かんないことをぶっちゃけて言いますよ。ぶっちゃけますよ。自分の手に負えないものを他の先生に任せない先生は他のまずいですね。じゃあいい獣医ではない。例えばこれもうこの子はうちでは機材的にもあれやからあっちに紹介しますよってことが言えない獣医師がいます。はい、はい、例えば手術ができない、うん、このがんがあるんだけども手術が取り除く手術ができない、うん、じゃあできる先生のところに紹介してほしい、はい、はいはい、でもそれをしないで、うん、どん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 受け負って、そうそう悪くなっちゃって、でも手術することができないから悪くなっちゃってっていう、そういうふうに言い方悪く言えば自分の病院だけで囲ってしまって、その動物飼い主さんを、はい、それは嫌だ。獣医さんにも得意不得意とかできるできないはあるんですね。あります、はい、うん、なので例えば動物病院に行ってこの獣医師ができないって言ったとする、それは飼い主さんたちにとっていい獣医師なのか悪い獣医師なのかっていうと、うん、できないって言ってるんだからこれ悪い獣医師じゃないって思うかもしれないですけども、はい、私からしたらその人はいい獣医師です。できないことをちゃんとできないって言えるんだからそれはちゃんと立派な獣医師だと思います。ゴンちゃんのことは猫ちゃんのことを一番に考えてるってことですよね。そうです、うん、はい、できないことをやっちゃうのはいけません、はい、分かんないのに切り開いてみたいなこと困りますもんね。はい、我々の獣医師本人じゃないと分かんないことかもしれなかったですね。不得意ってあるんじゃないかなとは私も思ってました。 あります、実際に得意不得意は。はい、あとは自分の好きな分野だとか、歯が好きとか、好き、皮膚が好きとか、ね、好きこそものの上手なれ。そうです、はい、はい、先生ちなみに大和先生の好きな分野って何なんですか。
僕の好きな分野は結構比較的あの皮膚は皮膚病なんかは好きですね。皮膚病が好き、あのアレルギー、アレルギーであの皮膚が悪くなるワンちゃん結構います。はい、そういう子たちをまあ本当にあの見た目が全然変わっていくのですごいあのなんていうんですか、ビフォーアフターがすごい分かりやすいんですよね、良くなったよっていうのを、はい、そういうそれを見れるんで結構皮膚病なんかは好きですね。やりがいがあるというか、やりがいがありますね。でもちろんあの手術もあの毎日のようにしますし、はい、他もあの怠らないようにはしてるんで、はい。ああ意外ですね、まあ、皮膚は好きですね。好き、はい、好き、はあ、面白いと。はあ、はい、はい、大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン松山市の三浜地区富士松江店で行われた犬と猫の譲渡会、いろんなブースがあるよ。就労支援事業所っていうところで、カロカロワークスっていうんですけども、もう一応あのドリップバッグ、コーヒーをメインで作ってるんですけど、まあ、ちょっと今日はあの犬猫譲渡会ということで、まあ、こういう食器でもうあの製作させてもらって、まあ、次もうちょっとあのニス塗ったりとか色塗ったりとかで完成度を高めていこうと思うんですけど、まあ、こういうような商品を販売している事業所になります。なんかすごい手作り感がありますね、よく見ると。あ、そうですね、これ全部一つずつ手作りで、あの障害を持たれた方があの利用者さんとして働いてまして、その方が一つずつこの中身を詰めて色も塗ってカットしてっていう、あの全部全工程あの手作業でしている事業所になってます。今回はワンちゃん猫ちゃんと一緒ということで、はい、出すものも変えてらっしゃるんですね。そうですね、これかすごいですね。急遽頑張って作っちゃうんですけどもうちょっとまあ完成度高めて、いや十分じゃないですかいけたらいいなっていうのは思ってますね。ただいま、お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。松山市三浜地区にある富士松江店で行われたボランティア団体合同の犬猫譲渡会。すごい人で、はい、びっくりしてます。びっくりしてます。ちょっと光と希望さん始まって以来の、はい、そうなんですよ、ね、人見知りなんでもストレスで吐きそうです人見知りなんで、ね、あのちょっと光と希望さん初めて聞くなっていう方のために、はい、どんな活動してるのか教えてください。あ、はい、私は基本的に愛護センターに収容されて、迷子犬収容されて期限が切れてしまった子たちのお迎えに行くことが多いです。ワンちゃんも猫ちゃんもですか？愛護センターからは犬のみです。猫は個人の方からの相談とか、飼い主さんが亡くなられましたとかいうご相談に乗ったりとか、はい、どうしても時は私の方で引き取ってます。凶暴なワンちゃんとかもいて大変なんじゃないですか？はい、そうなんですよ。もう生傷が絶えないんですけどまあでも、まあね、心通い合わせればなんとかなると信じて本人たちも噛んでしまった後にすごく申し訳なさそうな顔はしてるのでちょっと時間をかけて、はい、ちょっと意思の疎通を頑張ってます。はい、今日連れてきたワンちゃん猫ちゃんは、このワンちゃんは、この子は、ももこちゃんです。はい、猟犬、元猟犬で飼い主さんが亡くなられたので私の方で引き取りました。どんな性格ですか？猟犬っていうとちょっとね、ちょっと激しそうなイメージあるんですけど、はい、ものすごくおとなしい。溜めましたねものすごくおとなしくて、はい、無駄吠えもないし、部屋の中ではうんちしっこもしないし、お散歩の時だけ、うん
なんでね、本当に賢いんですけど、まあめちゃくちゃビビリなんで、はい、今お散歩練習中なんですけど、ほふく前進ですお散歩は、はい、どういった方におすすめですか？そうですね、私が思うには今現在何か飼ってらっしゃる方、先住犬さんがいるお家で、穏やかな、その先住犬さんが穏やかな子であれば、その先住犬さんが飼い主さんに甘えるのを見て、あ、この人大丈夫なんかなって、桃子も思うんじゃないかなと思って、お散歩も一頭だとなかなか進まないんですけど、他の子と一緒に行くと割と軽快に歩くので、その面でもやっぱり優しい先住犬さんがいるお家がいいなと思ってます。お手本を見せてくれるワンちゃんがいれば、はいはい、うん、すぐ慣れそうですね。そうなんですよ、はい、もうわしゃわしゃ顔撫でても全然怒らないし、可愛い子です。ももちゃん、おいしいおいしいだよ。あー、おいしいおいしいおいしいな。上手に食べる、上手、優しく食べれる、あー、いい子だね。あ、賢い、天才。そしてこちらの白い子ちゃん、ハルくんでしょ。はい、ハルくん、マルプーなんですけど、はい、ちょっと抱っこが苦手で、あら、はい、はい、普段は自分からも寄ってきたりくっついてきたりするんですけど、ちょっと抱かれることにトラウマがあるみたいで、まあ、おそらく落ちちゃったのかなっていう、ちょっと左足に骨折の跡もあったりするので、そうじゃないかなとは思うんですけど、ちょっと抱くそぶりをするとガウガウっとちょっと口が来ちゃうので、はい、もう時間をかけてこう春の方から寄ってきてくれるのをゆっくり待ってくださる方、はい、で可愛いとこもあるんでしょ。あ、めっちゃ可愛いですよ本当に。横になってると本当に寄ってきてぴったりくっついて、一緒に寝るんです。寝るときは必ず、はい、はちゃん、母ちゃん、母ちゃん待って、お座り、お手、おかわり、待って、よし、はい、来ねー、ほら賢い天才来た、はい、天才。そして猫ちゃんたちは大きめですか？ちょっとおデブちゃんなんですけど、3ヶ月ぐらいからうちにいるんですけど、こんなになっちゃいました。でも本当にすごく性格のいい2人で、あ、2匹で、めっちゃ甘えん坊です。で、黒い方がクロスケ、男の子です。で、麦わらの方がワラビー、麦わらのワラビーなんですけど、はい、もう2匹とも人が見えるとすぐお腹ゴロンと見せて、ゴロゴロゴロ撫でてっていう感じで、すごい甘えん坊です、はい、仲良しの兄弟です。1回の譲渡会に一件お問い合わせがあったら嬉しいなっていう目標です、はい、もうぜひ皆さんいらしてください、はい、グッズも手作りされてる。あ、そうなんですよ、私が作ってるものもあるんですけど、松山福祉作業所さんからが作られたものもこちらで販売してますので、可愛い作品ばっかりなので、ぜひそれも見に来てください。日本ケアドッグ協会はナチュラルケアドッグアカデミーとして新しく生まれ変わりました。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなど自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフを過ごせるようお手伝いします。ナチュラルケアドッグアカデミー。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。